ヒューズヘリコプターズは1950年代から1980年代にかけて主要だった軍用民間ヘリコプター製造会社である。会社は1947年にヒューズ工具会社の一部門であるヒューズウェアクラフト社の一家として設立された。1955年ヒューズヘリコプター部門になった。 1972年にヒューズヘリコプターズに改組され、1981年にはヒューズヘリコプターズウィンクになった。1984年、マクドネルダグラスへ売却された。ヒューズ社が陸軍向けに納入し、初めて商業的に成功したモデル TH-55 を下げ1947年、ハワード・ヒューズはヒューズエアクラフトの業務を飛行機からヘリコプターに移した。 1948年、ケレットエアクラフト CO は当時最新のヘリコプターの設計をヒューズに製造のために売った。XH-17 スカイクレーンは1952年10月に完成したが商業的には成功しなかった。1955年、ハワード・ヒューズは組織を変えて軽量ヘリコプターの開発生産に本腰を入れた。 1984年、ヒューズヘリコプターズは、マクドネルダグラスに5億ドルで売却され、社名は、MD ヘリコプターズに変更された。ヒューズとの関係は断たれたが、その後も、ボーイング、シュワイザーエアクラフト、MD ヘリコプターズに受け継がれていく。ルーマーマン、ジュリー、ザ、ヒューズカンパニーズ。 US ンテにアール・オブ・フライト・コミッション。2007年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年8月5日閲覧。ありがとうございます。